マラハバン。ということで、本日もウイクラスカウト編やっていきたいと思います。はい、今日は、トレーナーマネジメント、のトレーナーコンタクト、まあ、チケットがね一つ、もらえたので、それとね、今回はなんとプレイヤーマネジメント一気にアップデートされてね、フリーチャンピオンユーロエリートスカウト、これは星7確定です、なんと。そしてスカウト24、これやっていきましょう。星5確定ですね。そして、ナショナルスターズスカウトなんかも、アップデートされ、そしてアニバーサリーエディションはまだ続いて10ペースでね、できると。そしてフリーキャンペーンユーロスカウトもあるということで、今回はトレーナーマネジメントをこれからやっていきましょう。はい。さあ、いってらっしゃい。ドン。はい、誰だ？いや、星5か。星6、これで手に入んないよな。星6、星7。あ、そうだ。スカウトができるとは言ってもさ、ちょっと待て。ちょっと待て。スカウト、待って、俺今できないじゃん。せっかくこれできるとか言ってんのにさ。え？待て、できないじゃんか。ちょっと待ってよ。まずはフリーユーロから。多分できないんだよ。なんでかっていうと、スカウティングリストがいっぱいだから。いや、マジか。セルプレイヤーしないといけない？いやー、もったいないよ、それは。でも、言うて星7は確定だからね、これ。星7、そしてスカウティング、これもあるし、そしてこっちもあるし。ちょっと星5でいらないやつは、ちょっと、まあでもね、使わん、セルプレイヤーするんだったら、もったいないよね。いやー、でもな、あんま崩したくないしな、人入れすぎて。どうしよう。ここは、致し方ないです。セルプレイヤーで減らしていくしかないでしょう。星5の選手をね、ちょっといらない選手、まあ、かぶってる選手とかがいればね、もう、ちょっと、いらないということで、星5で、これでいきましょう。いやー、これはしたくなかった。こういうことはしたくなかった。セルプレイヤー星5でいらないやつ。ウェルベックなんかも結局かぶってるし、いらないっちゃいらないんだけど。いやー、これもなんかもったいないよな、するのはするね。もう、スカウトしていくかな。それだったら。でもそれはそれでね、滅びちゃうしね、結局のところ。誰がいらないんだろう。あ、今のなんかは？コバレンコ、ヤマレンコ、その辺か。早熟系ももうちょっとね、いらないっちゃいらないよね、星5のね。いや、でもまあ、使いようによっては使えるから、24歳とか。ちょっと難しいね、この辺の決め事ってね、なかなかね。まあ、この、バレトゥとなんかも、もうね、これはもう、セルプレイしていくしかないよね。はい、まずこれをセルしていきます。他、あと2、3人はね、セルしていかないといけないと。デローンもいます。どうしようかな。いやー、こういうことになるとはね、ちょっと、いやー、非常にもったいないね。まあ、ルーカス・レイバーも今回ちょっといらないかな。ルーカス・レイバーもちょっと、ごめんけど、いらないわ。いやー、これちょっとね、だいぶ痛いよ。
こういうことは一番したくなかったんだけど、もう仕方ない。本当にもうこれは仕方がない。だって星7獲得できるチャンスがあるんだし、それをね、見逃すわけにはいかないと。言ったところでね、これはもう、やっていくしかないと。いやー、もったいないよな、これね。よし、とりあえずね、3人ぐらい、確保したんで、選手枠はね、これで回していこうかなというふうに思います。まずはフリーユーロスカウトで、多分おそらくね、星5以下だと思うんでね、それでまたセルプレイしていこうかなと思います。はい、星5以下ですね。フリーユーロスカウト。これで星なのとか切ったらもう、どうするって感じで、また減らさんといかんっていうね。まあ来ない。来ないよ。ほら、星3でしょ。で、これでまたこれをセルします。18歳。とりあえず回していこうか。とりあえず、こっちじゃなくて、24スカウト、こっちをやっていこう。で、これで、まあ、星5だろうね、おそらく。はい、ドン。はい、星5。ジャスティン。右サイドバックのジャスティン。そして、あとは、これをやっていくと。まあ、これもね、多分星6ぐらいでしょうね。これも10ペースコインでできるやつですね。星6確定の18から20確定と。さあ、星6ですね。はい。これはまあでも、ベラルディ、19歳。おぉ、これはいいですね。キープレイヤー。サッソーロ。これはいいですね。はい。あ、まあ、ラストなんですけど、ラストはね、ちょっとこの、フリーキャンペーンユーロエリートスカウト。これをね、やりたいんですけど、スカウティングリストがパンパンと。いやー、ちょっとタイミング悪すぎだよね。本当に。なんでこのタイミングでこんなスカウティングリストがパンパンとかになるの？おかしいよねっていう。まあ、そんな感じなんですけどね。まあ、これを、この選手を、とりあえずセルプレイして、で、なんかね、フリーユーロのね、さっきのエリートスカウト見るとなんか7日とか書いてんだよね。ってことは今から7日間、まあ約1週間だね。星7もらえるキャンペーンが10日だ。10日、これ続くの？ゼロペスで18から22の星7エリート確定で、UEFA ユーロ2020スペシャルトレート付きの選手が、リミテッドトゥーナショナルチームで。いや、こんなのさ、ちょっと、ほんとタイミング悪すぎだね。いやー、まあ、こっちの都合だけど、完全に。じゃあやっていきましょう、早速ね。はい、誰出るよ。いや、22とかもういいよ。いい。20歳以下。最悪20歳以下。まあ、19、18だね。19、18カモン。19、18カモン。19、18カモン。うわー、イブラヒモビッチ、ちょっと今、めっちゃ嬉しかったんだけど。22歳。しかも俺、イブラヒモビッチね、持ってんだよね。そう、残念なことに俺イブラヒモビッチ持ってんだよね。そう、まあでも、まあエリートだったら、うん、全然嬉しいけどね。ちょっとスカウティングリスト、これじゃあちょっと見せていきましょうか。あ、スカウティングリストじゃねえわ。今のはね、プレイヤーリストだったんですけど、こっちがね、スカウティングリストで、ちょっと相当かけて、これですね。で、多分エリートが、あら、エリートが持ってくるわけじゃなく、
センターフォワードなんで、もうそろそろこの辺かな。ほら、しかもほら22歳、2人で。でも能力、総合値的には普通に、なんだろう、前のイブラヒモビッチが強いな。なんだけど今回はエリート、ね、フィジカルエリートプラスユーロがついてるから、まあこれはまたね、ちょっと特別感はあるけども、22歳、しかも85かって感じだね。ちょっとがっかりだね。あんまり嬉しくないな。ちょっと能力値的にも。はい。ということで今回のね、動画はまあここまでということで、また次回の動画でお会いしましょう。まあ次回もね、このフリーユーロやっていこうと思いますんで、よろしくお願いします。今がチャンスです。今が星7を手に入れるチャンスですよ。鉄をいかに消費せずに獲得できるか、ここっていうのはね、無課金税、美課金税にはね、もう持ってこいの見せ場なんで、今がチャンスです。今を逃したらもうありません。ということでね、チーム強化に、ね、強化図る上でね、まあこれは一つの大事なんでね、しっかりこういうところを見逃さないでやって、コツコツ毎日目を通すこと、これがね非常に大事だと思います。それでは See you.